2016年6月17日5時31分。ネットで見つけた怖い話。第9108話、ご仲間。去年、祖父が団地の階段から落ちて亡くなった。みんな泣く暇もないくらい慌てて通夜やお葬式の手配をしつつ、祖父の友達に連絡をした。祖父は囲碁が生きがいみたいな人で、ご仲間がたくさんいたため、私は、ご会所に電話をかけた。すると、電話を取った人は笑いながら、嘘だ。だって〇〇さん、祖父、今そこでバツバツさんと売ってるよ。と言って信じてもらえない。とにかく、本当なんです。と説明して、一度電話を切った。その後、通夜とお葬式には多くのご仲間が来てくださった。みんな口を揃えて、〇〇さんは確かにご会所に来た。という、そんなはずないのにとご仲間の人たちと話していると、電話の時に売っていたというバツバツさんが話に加わってきて。そういえば〇〇さん、今日は妙なこと言ってた。俺が途中で降参するのはいつものことだけど、その時に、最後まで俺の勝ち越しだ。って、まだ勝ち越しと決まったわけじゃねえ。って言い返して、一旦トイレ行って、戻ったら〇〇さん、どこにもいなくなってた。と語った、亡くなった日、祖父はバツバツさんと打つ約束をしていて、それでご会所に出かける途中で階段から落ちたらしい。囲碁を打っていれば食事も忘れるような人だったから、死んでまで対局の約束を果たしに行ったんだろう。ネットで見つけた怖い話。第9109話、猫がブロック塀から顔を出していた。うまく説明できるかわからないが、20年くらい前、ブロック塀の向こうに猫がいた。にゃあ、塀、こんな感じで塀から顔を出していた。猫好きなんで近寄ったら、にゃあ、塀、ケツと尻尾が出てた。塀の横幅はざっと3メートルくらい。びっくりして塀を覗き込んだら、猫はケツ向けてダッシュで逃亡。アトロから見た姿は、普通の一匹の猫だった。呆然と見送ったのを、ずっと忘れてた。今日買った竹本泉の漫画に、シミ。というまさに自分が見たような蛇のごとく胴の長い子猫キャラが描かれてて。これ、見た。ってな状態なう。この板なら誰か知ってるはずだと思って書いてみた。152、その漫画は知らないけど、塀の片方の端に頭担当の一匹、もう片方に尻担当の一匹がいて、一匹が152からは見えない方向へ逃げていったとかじゃないの？いずれにしても、なかなかレアな状況ではあるけど、153、152、いやそれがなんていうか家の解体現場でさ、空き地にポツンと塀の一部だけ残ってるところだったんだわ。ドラえもんの空き地の土管が、塀になったバージョン。高さは50センチメートルない高さ。2匹いてバラバラに逃げたなら、多分瞬間移動でもない限り視界の中。で、塀の向こうに見えていた尻尾の柄と、走り去った奴の尻尾の柄は一緒だった。白地に狐色の島で。ネットで見つけた怖い話。第9110話、得意な作家。10年以上前の作品に今さらハマって、中古書店で本を買いまくった。その中で得意な作家がいた。作風としては高画質を熱愛しすぎて気概になり、その周囲の人の迷惑を顧みず、時には殺したりして字を独占。字は最初は拒むものの、ストックホルム症候群的にこうになびいていくというもの。どの本もラグにしてもシリアスにしてもそんな感じ。なかなか読まないと雰囲気が伝わらないと思うが、あまりの甲の気違いさ話の奇抜さに、当時ジャンルでも有名だったらしい。しかし話は奇想天外すぎて面白いっちゃ面白い。何気にストーリーテリングも文章もうまいので一気に読んでしまう。当初はシリアス含めラグとして読んでいたが、作者のトーク、フリートーク、作者の独り言などを書いたもの、
を読む限り何かずれている気がしてきた。本人は真剣な愛を書いているらしく、殺人まで犯す行は当たり前。っていうか、河野基地外行動を完全肯定している感じというか、ちょっと表現できないのだが、作者の当該ジャンルの本は読み尽くし、他の作品パロもあれば読んでみたかったのでサークル名でググったが出ない。すでに作者のファンとなった自分には多少残念だった。すみません2分の2の続き。ある日ニュースを見ていたら、某所で女性が地上のもつれで殺人事件を犯したというニュースだった。実名報道。その時パッとひらめいたのは自分でも不思議だったが、慌てて当該サークルの本の奥付けを確認した。昔のジャンルは、サークル主の名前と住所が書いてあるんだよね。さすがに作者の個人情報には興味がなかったので、なんとなくしか見てなかったんだけど、殺人事件を犯した女性とサークル主名前、すごく珍しい姓や名前ではないとは思うが、と、住んでいる場所、かなり過疎めの地方、が同じ。年齢も、このジャンルを通ったならこんなもんだろうっていう年齢。もしかして、という気持ちを拭えないでいる。ずっともやもやしていたけど今日吐き出せてよかった。もしそのサークル主が、だったらその文才が惜しいことだと思う。それより何より亡くなった方のご冥福を祈りたい。ネットで見つけた怖い話。第9111話、いつも某アニメキャラのぬいぐるみを抱っこして手放さなかった。怖いというか切ない話というか、他人事じゃないというか。先月まで入院してたんだが、同室の患者さん、A さんとします。の話。A さんは30代くらいの女性で、知能に障害があるらしく言葉も話せない。身体も不自由で車椅子に乗ってた。そんで、いつも某アニメキャラのぬいぐるみを抱っこして手放さなかった。ちなみについ最近まで放送してたアニメ、A さんの母親と話す機会があったが、A さんは一昨年あたりに脳梗塞だか脳の病気で急に倒れて、一命は取り留めたもののあんな身体になってしまったらしい。病気になる前はそのぬいぐるみのアニメが大好きでグッズとか集めてたらしく、要するに隠れ不女子だったらしい。元気な頃の写真も見せてもらったが普通に美人。A さんの母親は、これが A の描いた本なんですよ。って一冊の本を見せてきたんだが、それがなんと、そのアニメのほぼ同人誌。A さんは知能に障害が残ったが、そのアニメを好きだったということだけは覚えていて、それでいつも大好きなキャラのぬいぐるみを持たせてあげてるらしい。A はねえ、このぬいぐるみ持たせるととっても元気に笑うんですよ。って微笑んでたお母さんの笑顔が切なかった。A さん自体は知的障害が残ってしまってるから、自分の描いたホモ本を他人に見せられたりしてもわかんないだろうから。そういうの考えると切ないというか怖いというか笑えない。一番怖いのは、自分も下手すりゃ同じ目に遭ってたってことだ。ネットで見つけた怖い話。第9112話、行方不明者のお尋ね。防災無線で、市の広報が行方不明者の情報提供を呼びかけていた。こちらは防災無線〇〇、指名、です。行方不明者のお尋ねをします。自分には関係ないだろうが、とりあえず注意をそっちに向けた。市内バツバツに住む45歳の男性が、3日前から行方がわからなくなりました。もう少し早く届けてやれよ。身長は175センチメートルぐらいで体型は普通。紺色のジャンパーにオリーブ色の長ズボン。赤い登山帽をかぶり、白の運動靴を履いています。お心当たりの方は最寄りの警察署か、一切見たことも聞いたこともない人だ。私には無関係だろう。数時間後、広報の続きが流れた。先ほどお尋ねをしました男性は、発見されました。そうか、見つかったのか、よかったよかった。109だが続きというか補足。マジで実体験の話です。もう何年も前のことなので、
行方不明者の特徴とかは適当だが、その、発見、された人は翌朝の新聞によると、市の北部にある山道で自動車ごと転落死したらしい。死亡推定日時は発見の、3日前。つまり、行方不明になった日に事故に遭った模様。3日間も遺体が誰も気づかず放置されていたのに、広報流したら数時間で見つかるって俺の街一体。ネットで見つけた怖い話。第9113話、助けて、息子に殺される。助けて、息子に殺される。110番で聞こえたのはそれだけらしく、まだ新人の私は、ドキドキしながら先輩と二人で現場に向かった。電話番号から割り出した住所にたどり着いたのは普通の一軒家で、通報から20分ほど減っていた。インターホンを押して出てきたのは少しやつれた20代の男で、後ろではニコニコとおばあさんが笑ってる。すみません、こちらのご自宅から通報を受けたのですが、というと、男が申し訳なさそうに、申し訳ございません、祖母が間違って電話してしまったようで、と答えた。私が、おばあさんのご連絡ですか？今お父さんはいらっしゃいますか？と聞くと、もういい、怪我などはありませんか？大丈夫ですか？と先輩が男に尋ね、いえ、少し引っかかれた程度ですから大丈夫です。と男は答えた。相変わらず後ろではおばあさんがニコニコしている。先輩はわけ知り顔で、お大事に。と男に言うと、私たちは早々にパトロールへと戻ることになった。253。ばあさんと孫がグルになって嫁を抹殺しようとしていて、嫁が助けを求めたが、先輩はまんまと、電話はボケたばあさんの仕業、という偽装に引っかかったってこと？254。ふふふすまない。実はどうとでも読めるように書いただけで、実際は俺が体験した事実だ。そしてこれがばあさんが死ぬまで続くという怖い話。別の解釈先は、男が母親を殺したけどごまかすのにボケたばあさん利用した。もしくはばあさんも共犯。って感じです。地方って怖いですよね。身内を泥棒にしたり人殺しにしたり。90近いばあさんが。あれ、お母さんは？とか言ってる姿は、まだ可愛いんだけどね。書いたままでばあさんがボケていて電話したってことか。それでも字はコアではあるな。うわ、確かにマジでじわじわ来たわ、わら。なんで息子が怪我してんの？司法解剖に傷はつきものだよ。ネットで見つけた怖い話。第9114話、中学校に入ってからずっといじめられてた。中学校に入ってから一人のドキュンにずっといじめられてた。自分の持ち物に死ねと書かれたり殴られたりもしていて俺は、ちょっと鬱になってたと思う。心配する母にガキだった俺は、きつく当たって錯乱して暴力を振るうこともあった。すごい荒れた日の翌朝、顔を腫らした母が笑顔で今日はあなたの好きなハンバーグが入ってるから、って弁当を渡してくれた。申し訳ないやら情けないやらで泣きそうになりながら俺は、学校へ行った。その日の昼にドキュンが昼食忘れたからって俺に絡んできたんだよ。せっかく母ちゃんが作った弁当なのに、俺は、ドキュンに殴られて弁当奪われた。お前の弁当うめえな、笑って言いながら全部食われた挙句空の弁当投げつけられた。学校飛び出して、悔しくて俺泣きながら家帰ったんだよ。家に着いたら母ちゃんもすでに泣いてて、初めて早退した俺に驚きながらも強く抱きしめられた。翌日からいじめはなくなった。276。母ちゃん弁当に毒持ったの？278。YES。ID 変わってるけど276です。一応母親は息子の暴力などから精神的に参ってて、息子も殺して自殺しようと薬を用意していた。で、すごい荒れた日に覚悟決めて、翌日の息子の弁当のハンバーグに薬入れた。弁当に入れた理由は確実に食べること。特にハンバーグは好物なので、
そして何より息子の死に目は見るに応えないので、自分の目の届かないところで死んでほしかった。で、息子の死の知らせがあり次第自分も後を追うつもりだったが、非常に後悔もしていた。そんな折に息子が帰ってきて、自ら殺そうとした息子が生きてたことに安堵し抱きしめて泣き崩れた。って感じのちょっと悲しい話でした。ネットで見つけた怖い話。第9115話、高崎線の謎の電車。GTS71 埼玉栃木群馬鉄道障害情報。高崎線下り、宮原駅で急病人急を、935これの影響か？こんな時間まで運行とは高崎線も大変だな。俺は、せっかく寝れそうだったのに起きたよ。というかこんな時間でも人が結構利用してることが驚きだ。940。お前さんがどこに住んでるのかは知らんが、その時間高崎線は走ってない。ましてや、人を大量に乗せて走ることはありえない。お前は何を見たんだ ?664。方法いい物件を持ってきましたな。どっちかっつうと2ちゃんで起こったスレ向きだが、665。あっち向きだったか、すまん。岡板にはあまり来ないもんで、俺がこれコピペしてきたのは、ちょっと気になるからなんだ。交通情報板はよく見てるんだが、高崎線の謎の電車の報告がやたら多い。それらには、ほぼ、共通していることがあって、1、夜中にから4時に走っている。2、人がたくさん乗っている。3、高崎線である。湘南新宿ラインという人がいないため、大宮より北でしか目撃されてない。もしくはオレンジラインのある車体であると推測される。ちなみに俺は、この幽霊電車の話は、この埼玉交通情報スレだけで4回は見てる。高崎線には何が隠されてるんだろう、とまで思うのは考えすぎかな。とにかく不思議。669。元スレ見てきたけど少し気味悪いな。関東の路線は全く明るくないんだが高崎線は過疎路線なの ?664。940の。こんな時間が935の。書き込み時間を指しているのかも謎だし。675。高崎線は埼玉の大宮。県庁所在地近く。から群馬をつなぐ結構大きな路線。利用客も多い。あと、よって夜中に走っていたと思われる。ちなみに鉄オタの友人曰く、やっぱり午前2時には人を乗せた高崎線は運行してない。線路保全車両はいたかもしれないが、普段見る。高崎線。と見間違えることはないだろう。だと、ちなみに高崎線の終点近くにはあの心霊スポットで有名な観音山がある。関係あるかは知らんけど、高崎線の起点は上の676。群馬の高校に通っていたんだが、実際何度か深夜にたくさん人乗せて走る電車を見たことがある。群馬県民はあんまり電車使わないから、その時の自分は高崎線だとかは考えなかったんだが、人が多い電車イコール高崎線と思う人は多いと思う。それに時間がずれて運行されることが多いからね、間違えて。違う。電車に乗ってしまいそうだよな。ネットで見つけた怖い話。第9116話。今日から一人暮らし。反対していた両親を押し切って、今日から一人暮らし。一人で起き、朝食を食べ、ゴミを出して支度を整えた。憧れの一人暮らしを実現できたことで私は、満ち足りていた。家に鍵をかけ、毎朝花に水をやっている近所のおばあさんに挨拶をして、私は、学校に向かった。なんで毎朝あげてるのを知ってるかってこと？ 3。そう考えると、押し切って、が怖くなる。3。だろな。反対していた両親を押し切って今日から一人暮らし。両親はいない。毎朝水をあげているおばあさんに挨拶。知ってる人。新居だったら毎日花に水をあげてる近所のおばあさんのことがわかるわけない。
今も同じ家に住んでるのに一人暮らし。しかも、今までは家族と一緒に住んでいた。家族はどこ？って話だろな。ネットで見つけた怖い話。第9117話、何かま。今から20年ほど前、兵庫県東部を流れる武庫川が集中豪雨の影響で大増水した。この豪雨はあちこちで路面冠水や民家の浸水を引き起こし、かなりの被害を出した。中でも最悪の悲劇は、西宮市塩瀬町生瀬で発生した土石流による被害であった。国道176号線を宝塚駅から3キロほど北上すると、高田橋という交差点がある。そこを左折すると、名称よもぎ雷峡を立て有馬温泉へ抜ける峠道となる。その途中にいくつかの採石場があり、そこの作業員数名が九段の集中豪雨による土砂崩れに飲み込まれ、帰らぬ人となったのだ。土石流に飲み込まれた彼らは、武庫川の支流である高田川に流され、そのまま増水した本流に巻き込まれた。ゴーゴーと流れる濁流が、行方不明者の捜索を大変困難なものにした。そして、犠牲者の全員が発見されたのは、事故から数日後のことだった。ある者は延々と武庫川の河口まで流され、最後に発見された遺体は神戸港湾内まで押し流されていた。事故からどれくらい後のことだったか定かではないが、私は、とあるテレビ番組を見ていた。いわゆる昼間のワイドショーだが、内容は心霊ものの特集のようだ。生放送でスタジオと中継地を結び、レポーターが何やら神妙な顔をして喋っている。中継地は西宮に川の熊野神社である。自分の地元が取り上げられていると知って、私は、がぜん興味をそそられた。しかし私にとって、それは非常に後味の悪い経験となってしまった。神妙な面持ちのレポーターが企画の趣旨を説明している。さて、こちらの熊野神社には不思議なものが祀られています。何かま。というこの神器は、この世に未練を残して亡くなった、浮かばれない霊魂を鎮める力があるというのです。レポーターの後方へカメラがズームする。神官が大きな釜の前で祝詞を上げている。すると、不思議なことにその釜が、かすかに音を発している。おお、もうん。中継はクライマックスを迎えつつあった。祝詞もその調子を一層高めてゆく。レポーターが続ける。今回は特に、先頃土砂崩れに巻き込まれて亡くなった片方の霊を慰めるために、何かまの神事を行っていただいております。犠牲者の片方の無念な思いは、しかしこの後、思いもよらない結末に、この放送に携わった者、いや、神官までもが驚愕することとなったのだ。うおーん、うおーん、うおーん、戸惑うレポーター。スタジオも騒然としている。神官の顔に、明らかに焦りの色が浮かんでいる。鎮魂がなされると鳴り止むはずの釜。その後も一向に鳴り止む気配がない。それどころか、ますます轟音で響き続ける。予期せぬ事態に中継はカットされ、気まずい空気のスタジオがその場を取り繕っていた。人の思いとは、そんなに簡単なものではないのだ。ネットで見つけた怖い話。第9118話、紺色の今朝。まだ私が小学生だった頃の母の話。夢の中で美しい河原を歩いてたそう。そしたら母を迎えるように綺麗な女の人がいて、よく来たねえよく来たねえ。と、とても歓迎してくれた。その人の神々しいくらいの美しさと、自分を包み込む幸福感に我を忘れそうになった時、その人が母のつけてる青いブローチに気づいて、さっきまでとは表現した恐ろしい様相で。なんでそんなものをつけてるの？それを外しなさい。早く外してこっちによこしなさい。と迫った。母がその異常な勢いに恐ろしくなったところで目が覚めた。実はその夢を見る前に一度目が覚めた母は、その前に見た怖い夢。内容は覚えてない。に怯えたそうだ。で、その当時通ってた霊能者からもらった。今朝、
と母は言ってたけど、紺色のタスキみたいなものを、魔除けとして枕元に置いて寝たと。翌朝、その話をしてくれた母は、あのブローチは袈裟だったのかな。もしあれを枕元に置いてなかったら、連れて行かれたんだろうかと、ビビってた。私もビビった。母のうなされる声を聞いてたし。そして後日談。その霊能者のところには、母が知り合いの人に紹介してもらって行ったらしい。今考えると、ちょうどその頃、兄が良くない友達と付き合っておかしくなってたから。母はそれで悩んでたんだろうと思う。私も母と言ったけど、果物とお菓子と多分お布施の封筒をお供えして、20人くらいの信徒東京っぽいものを唱えたのを覚えてる。ところが、その夢のことがあってからしばらくの間、何なかんだと用事があって、まるで何かに邪魔されるかのように、その霊能者のところに行けなかった。それどころか、紹介してくれた人とも連絡が取れなくなった。ようやく母が都合をつけていったとき、その場に何か異様な雰囲気が立ち込めていた上に、母に向けられた皆の目がどこかうつろだった。入るのを躊躇した一瞬、祭壇に備えられてる不自然な形の包みを見た母は怖くなってそのまま帰ってきたんだと。見間違いかもしれないし、それが何かは未だにわからないけど、包みには赤いシミがあって、それを認識した途端、この場にはいられないと感じたらしい。後日、ご近所ネットワークで、そこを紹介してくれた人が失踪していたことが伝わってきた。旦那さんのランブルがどんどんエスカレート、借金取りは来るわ DV が始まるわで。とうとう逃げたんじゃないかって、多分、夢の女性は本当は母を守ってくれる存在で、あの霊能者と関わると良くないことを教えてくれた、というのが真相だったんじゃないかと、今は思っています。ちなみに兄は現在、普通に会社員で結婚もしてる。母は今は、ご先祖様とし神様を大切にするだけでいい。と言ってます。わら。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？牛の国参りの呪い。夢と形。記述。以前働いていた病院での出来事。朝病院に出勤して更衣室までエレベーターで上がる際、一緒に乗り込んだ子供の入院患者が母親にこんなことを言ってはしゃいでた。ブンブン首なし。首なしライダーブルンブルン。親子は病室階で降り、自分は一人になったエレベーターの中で、首なしライダーとか懐いわー。今の子供って学校の階段と知ってんのか、とかぼんやり考えながら、着替えて下まで戻った。業務が始まる前に昨日の夜間分の会計入力をしていると、隣の同僚が、グロ、とか声を上げた。カルテを覗き込むと、それは昨晩の深夜に来た自殺患者のものだった。すでに死亡している外資の死亡確認が欲しいとかで、救急隊に押し切られた。などなどの当直医の愚痴も書き込まれていたが一番目立つ所見は、頭部激しく損傷、首から上ほとんどなし。げげ。ごから聞いた話によると、そいつは飛び降り自殺で真っ逆さまに行ったらしい。で、遺体を見た若い当局医は驚きのあまり隣の看護師長に飛びついたとかなんとか。とにかく、それくらいひどいものだった。カルテを見ながら、ふと先のエレベーターでの件を思い出す。あれ首なしってまさか、変な偶然の一致にかすかな寒気を覚えながら朝の業務が始まった。俺が小学生の時、読者投稿型のホラー漫画でカワハギリアキちゃんと、いう話があった。簡単に内容を説明すると、アキちゃんという名前の女の子が顔の出来物のせいでいじめられ、で、出来物を取ろうとカッターで自分の顔の皮を剥いで死んでし、まう。この話を聞いた人の元にはアキちゃんが皮を剥ぎに現れるとい、右翼あるパターンの話。この話を読んだ何日か後、俺は、祖母が看護師をしている病院のエントランスで、祖母の仕事が終わるのを待っていると、一人の女の子が俺に向かって歩いてきた。
多分7歳ぐらいの女の子で顔や腕が傷だらけ。俺の前で止まると俺を見ながら持ってたカッターで自分の腕を切り始めた。俺が叫び声を上げるとすぐに看護婦さんが飛んできてその女の子を連れて行った。祖母に聞くと時期づくせのある女の子らしい。さすがにアキちゃんという名前ではなかったがびっくりした。もう一つこの漫画の話で身近に起こったことがある。この漫画の最後に載っている話で有名なネズミの編みぐるみの話。ある女の子がミーマスの編みぐるみをもらう。女の子は大切にするが、成長するとともにその編みぐるみに興味をなくして邪魔になり部屋に吊るす。編みぐるみは吊るされて頭の部分がとんがってしまう。すると女の子の頭に激痛が走りたんこぶができたように頭がとんがってしまう。ふと見るとその編みぐるみの右足がねじれていた。何日か後、女の子は右足を骨折してしまう。父親はその編みぐるみを不気味がり捨ててしまうが、その日以来、父親の体調が悪くなってしまう。この編みぐるみを見つけた人は、きちんと供養をしてくださいよ。願いします。細かいところは忘れたが大体こんな話。ある日、友達の家へ泊まることになり友達の部屋でゲームをし、ていて、ふとタンスの上を見るとミーマスの編みぐるみがち、いてあった。古い編みぐるみで、よく見ると頭がとんがっていて右足がねじれ、ていた。友達にあの漫画の話をすると友達は不気味がり、夕食時に父親に相談したが笑って相手にしなかった。友達は自分の部屋に置いておくのは嫌だと言い父親にその編みぐるみを渡すと、父親は、こんなぬいぐるみの何が怖いんだ、と言いながら胸にパンチをしたり肘打ちをかましたりした。お酒が入って調子乗りになっている。それから半年後くらいにその父親は建築現場で足を滑らせ胸を打てなくなった。あの編みぐるみがどうなったのかはわからない。偶然といえば偶然なんだろうけど、あの漫画には他にどんな話があったかな？もしかしたら他の話も身近に起きてるかもしれない。梅津和夫の願い、思い出したよ。324俺の実家の小さな村では、女が死んだ時、お葬式の晩は村の男を10人集め、酒盛りをしながらろうそくや線香を絶やさず燃やし続けるという風習がある。ろうそくには決まった形があり、仏像を崩したような、形をその年の晩に抜擢された男のうち最も若い者が掘る。また、家の水場や窓には様々な魔除けの品を飾り、それらが外れないように貼る。また、万人以外はその夜、たとえ家人であっても家の中に入ってはいけない。他にもいくつか細かい決まりがあるのだが、これらは、結社と呼ばれる魔物から遺体を守るために代々受け継がれている風習だった。16になった俺が初めてその夜晩に参加した時のこと。近所の新妻が若くして亡くなった。ろうそくを昼間のうちにじいちゃんに教えられた通り掘り上げ、夜更けには火を灯し、宴会に入った。メンバーは若い者から中年、年寄りまで様々で、俺以外は夜晩を経験している者ばかりだった。うちの家族からは俺と5つ上の兄貴が参加した。宴会は粛々と進み、というか年寄り以外は晩に対してやる気なし。ガキの俺からしても、どう見ても気まずい雰囲気のまま時間だけが過ぎた。俺は、酒を飲ませてもらえなかったため、ジュースでしのいでいたが、さすがに1時を回った頃、眠気には勝てず、洗面所に顔を洗いに行った。ふと見ると、洗面所に似たところあるうちの小さく目立たない方の窓に飾った魔除けが傾いていた。すべての窓の魔除けは1時間に1回。兄貴を含む若い者が見回っていたのだが、おそらく面倒で途中から厳密な確認を怠っていたのだろう。本来ならば、見つけた瞬間年寄りに報告し、飾り直さなければいけないところ、面倒になり、自分でまっすぐに直して放っておくことにした。
それが原因で兄貴らがじいさんたちに叱られるのも見たくないという思いもあった。325、席に戻ると間もなく、ものすごい音で玄関を叩く音が聞こえた。驚き、数人で玄関へ向かうと、林家のおじさんが血相を変えて幕下てた。結社が出たぞ。俺の家の屋根から兵図隊にこの家に入っていったぞ。一瞬何を言ってるんだ、と呆れたが、じいさんたちや中年たちは真っ赤になって、見回りを怠っていた兄貴たちを怒鳴りつけ、慌てて家中の確認に向かった。玄関先に残ったのは俺と俺の先輩と兄貴の三人。隣のおじさんはさも当然のように家に上がろうとしたが、兄貴が決まりを破るわけにはいかないと止めた。おじさんは、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。早く魔除けを直すんだ。入れなさい。と怒り出した。兄貴や先輩がなだめるもおじさんは聞く耳持たず、次第に入れろー。とかわー。とか規制を発するようになった。しかし、身体は直立不動のままで、顔だけしかめながら怒鳴っている。視線がうつろで、どこを見ているのかわからない。魔除けのことの後ろめたさもあり、これ以上決まりを破るわけにはいかない、と俺たち全員考えていたと思う。とにかくすごい声で怒鳴り続けるおじさんをなだめた。時間にして10分くらいだろうか。おじさんは大きくため息をつき、もういい、といい、と閉めて去っていった。ほぼそれと同時にじいさんが戻り、水場の魔除けの向きが変わっていた、と俺たちを叱りつけた。皆が集まったところで、隣人のおじさんの話をすると、全員顔面蒼白になり、誰ともなく、結社だ、結社が出た、とつぶやいた。その晩は明け方まで酒をやめ、総出で厳重な見張りを続け、その後は何事もなく夜明けを迎えた。俺は、はっきり言って生きた心地がしなかった。326、後日のこと。林家のおじさんはその夜、突如風邪をひいて寝込んでしまい、奥さんが夜遅くまで看病していたとのこと。問題の時刻に奥さんは、まだ看病を続けており、おじさんは確かに布団に横になっていた。外には一歩も出ていないとのこと。魔除けには厳密な飾り方があり、その作法も教わったはずなのに、俺は、ろくに聞いていなかったようだった。言い伝えでは、火や魔除けに不備があると結社が家に入り込み、死体、というか魂、のようなニュアンスなのか、お盗みに来る。死体を盗まれた家はもう栄えることはないらしい。結社と仲良くなってはいけない、結社に気に入られると、自分が死んだ時必ず家に来るとか。晩に参加したじいさんには、最後に結社が出たのはもう何十年も前のことだったとか、そのじいさんの父親が若い頃見たらしい。お前らの世代がそのような体たらくでは村が滅びるぞ、とこっぴどく叱られた。俺の身の回りで起きた唯一の恐怖体験です。328。結社興味深い話だな。それ以上に ID かっこよすぎわろた。330。結社とは葬式の際に棺を襲う妖怪で、猫が化けたものと伝えられているようだ。リンク。417。去年の夏、某温泉地での話です。私が所属する研究室の先輩と二人で学会参加を兼ねた2泊3日の温泉旅行に行きました。初日は学会を適当に切り上げ温泉を堪能しました。二日目、朝からブラブラ気の向くまま車を走らせ、途中寄った観光地として有名な滝で、先輩が写真を撮ったところ、変なものが映り込んでいました。画面中央、大きく映した滝のあちこちに顔のようなものが、というか顔でした。お互いこんなものを撮ったことは初めてで、非常に不快で、すぐにデータを消去しました。そんなことはすぐ忘れようと、楽しく旅行を続けました。途中知り合った3人組の大学生の男の子とご飯を食べ、9時くらいに宿に戻るため車で出発しました。先輩は運転のため、お酒は飲みませんでしたが、
私はちょっと酔ってしまい、助手席で寝てしまいました。宿に着き、先輩に起こされるまでの2時間ほど熟睡してしまったようでした。しかし、私を起こした先輩は顔面蒼白でワンワン泣き始めました。418。私が寝てしまった後、先輩は一人で車を運転していました。ナビによると宿までもう少し、というところで赤信号に捕まったのをきっかけにタバコを吸って休憩しました。半分山道のような道路で、他に走る車もなく、信号手前の道のど真ん中で停車し、タバコを吸っていたそうです。すると、サイドミラーに後方から歩いてくる妙な集団が映りました。近づいてきてはっきりと見えました。十数人ほどの銃や重そうな荷物を抱えた軍人でした。どう考えても普通じゃない、逃げなきゃと本能的に刺した先輩は急ぎ発射しようとするも、突然エンジンかかからなくなってしまいました。集団はどんどん近づいてくるが、焦る先輩をよそに、エンジンはまったくかかってくれない。集団はやがて車に接近し、ぐるりと周りを取り囲むと、中を覗き込んできました。真っ暗闇の中、ヘッドライトに照らされ、彼らの顔立ちがはっきりと見えました。日本人。なんとなく今風の感じではない。みんな泥にまみれ、血のりがついているものや、怪我人もいる。先輩はもう気が気ではなく、目をつぶり、念仏を唱えました。しかし、念仏は南無阿弥陀仏までしかわからず、これじゃダメだ、と。ミラーにかけたお守り。安全運転のものですが、おにぎりしめ、助けてください、助けてください、と祈りました。ふと、誰かが何か話しかけてきたたのが聞こえました。何と言っているのかわからず、思わず目を開けると、運転席を覗き込む一人の男がもう一度言いました。今度は、はっきり聞こえました。おい女、何をしてるんだ。ふざけるなよ。まるで耳元で囁かれたかのような感覚を感じました。先輩は叫び出したい衝動をこらえ、もう一度エンジンをかけると、今度はしっかり起動しました。跳ねても引いても構わない、という勢いで急発進し、猛スピードで立ち去りました。不思議なことに、フロントガラスの前にいた者たちに衝突した感触はなかったとか。その後、方法の手で宿までたどり着き、ようやく一息つき、私を起こしたそうです。420。私は、泣きわめく先輩からその話を聞き、現実味がわかなかったものの、先輩の様子から、これはただことじゃないのかもしれないと感じました。車には何の異常もなく、一体何だったのかは不明です。彼らは誰だったのか、写真と関係があるのか、なぜ彼らが怒ったのか全く想像もつきません。しかし、先輩は、あなたを起こさないように必死で我慢した。泣いて、叫んで助けを呼びたかった。でも、あんなものを見たらきっと正気じゃいられない。先輩として、あなたを巻き込むのだけはダメだと思った。と帰りの車内で話してくれた。422。終わりです。結局謎だらけだし、私は、何も見てないし、妙な話ですが書き込みさせていただきました。先輩とは今でも仲良くさせてもらってます。425。おつ面白かったです。先輩素敵ですね。426。ふと思い出した昔の話。MSX っていう、本体とキーボードの一体型の PC を使ってた。マイコンベーシックとか MSXFAN とかの雑誌見て、プログラム組んだりゲームしたりしてた。そして数年経って、趣味がゲームメインになり、コンシューマーに移行して、MSX は使わなくなった。机も手狭になったんで捨てることにしたが、どうせならと、分解してみることにした。この手の電化製品の中はゴキの死体だらけって聞いてたから、ある程度覚悟してたが、中身は予想以上だった。隙間という隙間が面ほこりで埋まり、さらにその隙間にゴキの死体が無数にあった。ここまでひどいとは思ってなかったんで、ちょっと引きながらもパーツを外そうと面ほこりをどかしてくと、ネズミの死体を見つけた。
完全に予想外だったんで、驚いて分解を中断してそのまま捨てた。当時の話はここで終わるんだけど、今思い返してみると疑問がいくつか浮かぶんよ。1、ネズミのサイズが大きすぎる。これは当時も気づいて疑問に思ってたことなんだけど、親指より大きいそれは、どう考えても内部に入れるとは思えなかった。本体の真ん中上部くらいに、後から隙間に詰め込んだようにみっちりと挟まるように入ってたんだぜ。状況的に考えて、誰かが意図的に入れたとしか思えないが、心当たりもない。ついでに、ホコリの具合から考えても分解されたのは、その日が初めてだとしか思えない。考えられるのは、小さいうちに入り込み、ゴキとか食べて成長したってことくらいだけど、そんなことあるのか？続く。429、426、続き。2、ネズミの死体が腐ってなかった。これは後から思い返して気がついたんだけど、ウジが湧いたりとかはしてなく、形も綺麗だった。つまり、死んだのは分解した日から見て、結構最近だったんだなってこと。っていうか、腐ってたら匂いで気がつくわな、わら。でもそれはそれで変なんよね。ネズミが最近まで生きてたんなら鳴き声とか動く振動とかするはずなんで、気がつかないはずないんだけどね。だって、その MSX 置いてた机って、勉強机で本読んだりするのにも使ってて、寝る時のベッドも椅子も兼ねてたんで、机の前に置いてた。つまり、家にいる時は半径1、2メートル以内にその MSX があったわけだからね。わら。3、猫を飼ってた。当時は猫を飼ってた。それも野良猫上がりの猛者で、飼い出してから、家の中でネズミを見ることはなかった。つまり、当時、我が家にはネズミはいなかった。まあだから楽に考えて、MSX の中に逃げ込んで、そこで成長したってこともあり得るかもしれないけど、さすがにそれはないと思う。むしろ思いたい、わら。それに時間軸がおかしい。猫を飼い出した時期とネズミが死んだであろう時期は重ならないから、ネズミがいなくなって数年後に死んだ計算になる。総合すると、猫がいるので、ネズミがいるはずのない我が家で、密封された MSX の中に、四六時中そばにいる俺に気づかれることなく侵入したことになる。外出はしてたから、俺が家にいない。その間に家族の誰かが MSX を分解して中に仕込んだ。こう考えるのが一番しっくりくるのが怖い、わら。でもなぁ、たまに喧嘩はするけど、家族仲は良いし。家族の性格的にもそんなことするとは思えないんで、原因は未だに謎。430。G でもあれなのに、ネズミとか、発狂するガクガクブルブル。431。小学生の頃、子供会の集まりで区長の家よく行っていた。区長の家の敷地はかなり広く、離れが二つもあってそのうちの、一つが気になってた。それは敷地の一番奥の平素に建てられていて、外観からして、二階建ててなんだろうけど窓がなく異様に無機質な建物で区長に、頼んでも入れてくれなかった。俺は、どうしても気になり区長の目を盗んで中に入ろうとしたが、鍵がかかっていて入ることができない。でも一つ気がついたことがある。窓がないと思っていたが、塀側に一つ小窓があり、塀に登ればその小窓から中へ入れそうだ。俺は、塀によじ登り手を伸ばしたが少し高さが足りない。ジャンプすれば届きそうだと思いジャンプしようとするとその、小窓から顔が見えた。おじさんの顔。俺は、驚いて塀から降りその場を去った。誰か住んでたんだなと思ったが、あのおじさんは見たことがない。区長の家は区長と母親の二人暮らしのはずだ。433。区長に聞いてみたが、見間違いだよ。あそこは物置に使っていて。大切なものとかが入っているから誰も入れるわけにはいかないんだ。と言われた。でもあの離れの塀側にはエアコンの室外機が置かれていたし物置で、はないはずだ。ある夜、俺は、
友達のエスとティーの3人であの離れに忍び込むことにした。区長の家の裏は雑木林になっていて、そこから塀に登り小窓を割って、侵入しようとした。今考えるととんでもないガキだな。塀に登り小窓を見ると小窓が開いている。これなら割らなくてもジャンプして小窓に手をかけて入ることができる。まず俺が入り、続いてイスが入ってきたがティーは二度失敗して落ちて外で超利用することになった。中は吹き抜けの2階建てで、2階はベッドルームになっていて、明かりが、なく暗かったが、1階にはぼんやりと明かりがある。俺と S は静かに階段を降りていくと1階はリビングでソファとテーブル、があり、その少し先にぼんやりと明かりのついたスタンドライトとロ、キンチェアーが見えた。434、ロッキンチェアーに誰かが座っている。あのおじさんともう一人。のおじさん、いや一つの体に二つの顔がある。一人のおじさんはぼんやりと空中を見つめ、もう一人のおじさんは目を閉じている。俺と S が悲鳴を上げる前に一人のおじさんがこちらに気がつき、あと気勢を上げた。その気勢によりもう一人のおじさんも目を開けて同じような気勢を上げ不器用な足取りでこちらに近づいてくる。俺は、悲鳴を上げて逃げたが、S はその場に座り込み大声で泣き始めた。いがないでー。ダズゲでー。という声を背に俺は、2階の小窓から火、火降りた。何があったんだ?という T に化け物がいて S が危ないと伝え、二人で区長の家へ助けを求めに行った。区長に事情を説明すると有無を言わさず俺たちにビンタをし、鍵を持って、大急ぎで離れに向かった。435、離れから助け出された S は失禁して気絶していた崖がはなかった。俺たちは親を呼ばれ、今回のことは絶対に他言しないことを誓い、親たちは、念書を書かされた。親たちの様子からすると、あのおじさんたちのことは以前から知っている感じだった。公然の秘密だったのだろうか。親には何度もあのおじさんたちのことを聞いたが一切教えてくれなかった。存在は知っていたが詳しいことは何も知らないのかもしれない。多分年齢から考えて区長の兄弟だと思うけど真相はわからない。487。以前勤めてた会社で九州に出張行った時のことなんだけど、泊まってたホテルの近くの繁華街に、夕食を兼ねて一人で飲みに出かけたんよ。で、その帰り、ほどほどに酔っ払ったから、ホテルに帰ろうとタクシー拾って、2から3分乗ったところでおかしなことに気づいた。なんかタクシーの運転手がずっと小声でブツブツ言ってるのね。最初はこっちに話しかけてるのかなと思ったんだけど、面倒だから聞き流してた。でもよく聞いてみると、どうも独り言でわけのわからないこと言ってる。よく覚えてないんだけど、なんか階段を上がったら危ないだとか、電池が切れるから直進するとか、すまん、自分が説明するとなんか意味ありげだけど、本当に意味不明の内容だったんだ。そんなんだから、うわぁこの運転手そっち系の病気の人だよとか思いながら、でも乗っちゃったしとりあえず道も間違えてないようだったから、そのまま乗ってた。続く。488。続き。そんなに遠いところじゃなかったから、ホテルにもすぐ到着。お金を払う段階で変な対応されたらどうしようとか思ってたけど、その時だけは何事もなかったかのように、正常な人と変わらないやりとりだった。ちょっとまじまじと顔を見ちゃったけど、至って普通だったし。タクシーから俺が降りると、そのままタクシーはドアを閉めて走っていったんだけど、やばいことに気づいたのはその時。ウィンドウ越しにタクシーの中を見ると、さっきまで俺が座ってた横。つまり運転席の真後ろの後部座席に、中年の女の人が乗ってるんだ。さっきまで俺しか乗ってなかったんだから、誰もいるはずないのに、なんか主婦が久々のお出かけのために似合ってないスーツ着た、って感じの格好だった。顔はすごい無表情。そいつがずっと、
運転席の方を向いたまま座ってたんだ。一気に酔いが覚めて鳥肌立った。怖くてその日は電気つけっぱなしで風呂にも入らず寝たけど、結局その後は何もなかった。でも未だにあれが何だったのかわからない。506。その女が運転手に憑依してて、無意識のうちに喋らせてるのかもしれないね。489。ブツブツ言ってたのはその女ってこと？490。いや、ブツブツ言ってたのは運転手だし、俺が乗ってた時は間違いなく客は俺しか乗ってなかったよ。当たり前だけど。512。おばが欧州で留学していた時の話。宗教役に、文化が違えど、やはり神様は大切に祀り、悪魔や妖怪や怨霊といった類は恐れられ、専門家が除霊する。というのはどの世界でも同じこと。おばの留学先の小さな町にも古いしきたりがあり礼に違わず、教会でミサ、神事、のようなものが行われたそうである。神父が聖典を読み上げ、皆がお祈りをする。里に従えというように、おばも同じように祈りを捧げた。一通り終え、皆が帰り支度していると、突然祭壇の左右に飾られていた。二枚の絵がガタガタと音を立てて、落ちた。片方はキリストを、もう片方は悪魔払いをする神父が描かれていたという。神が恐れている、何事か。神父は不思議そうにつぶやいた。513。日本でも神器みたいに、もの、お祭る習慣があるように、そこでは古代の戦士の、矛、をあがめていた。しかし、その矛を収めた箱が、突然バキッと大きな音を立て、そして再び静かになった。騒然とする中、神父が恐る恐る箱を開けると、本当にそれで人を攻撃できたの？ってくらい、小さな槍が、真っ二つの状態になっていたという、盾、シール？ですね。神父と一緒に覗き込んでいたシスターがそう言った。盾と矛とくれば、矛盾、という言葉の話を思い出されるが、実際は、矛を盾に叩きつければ矛のが折れるという。この地方では、盾とは良い意味でも悪い意味でも最高の、守り、の象徴らしい、悪い意味というのは、幸福や神の祝福すらも跳ね返してしまうほどの力があると信じられており、盾を祀ることはほとんどなかったという。しかし、神器ですら折ってしまう盾など、ファランクスの英雄か、514。ファランクスというのは、人家たちの一種で映画、300、300。でも使われたのでわかる人はわかるだろう。ここでは神でも悪魔でもない、しかしながら、それらをも恐れぬ。絶大な力を持った、もの、を、ファランクスの英雄、と言っていた。それは、古くから人の世にいるらしい、そこでは、盾、と称しているとのこと。別の地方では剣だったり、神に似た名前であったり、形や呼び名はそれぞれ違っているという。ただ、あまりにも強すぎるため神も悪魔も関わらず、暇を持て余し刺激を求めては気まぐれに行動するという、日本でいう座敷わらしの強化版ようなものなのだろうか？とにかく、そういう存在があるという。さて、なぜこんな話をしたかというと、いや、どうもね、連れて帰ってきてしまったらしいと、その後留学先の人から言われてね。え？ということはおばさんについているんですか？いえね、ついてきただけらしいんだけど、今もこの日本にいるようでね。西洋の得体の知れないものが、今のこの日本にいるとのこと。神を祀っている家があれば気をつけてほしい。535。郵便局の深夜バイトをやってた時の話。入ってすぐに地下のトイレと倉庫に幽霊が出ると教えられた。トイレには白い服の男、倉庫には赤い顔の女が出てバイトの人たち。全員漏れなく見てるらしい。正直言って当時は霊とか全く信じてなかったし、みんな軽い。感じで言ってたから俺もはいはいって感じで地下のチルド担当の時、にそのトイレで用を足してた。
何度目かのチルド担当の時にまたそのトイレでショーをしてる時に、もう一人のチルド担当の先輩が、荷物来たから地下に下ろすぞー。と俺を呼びにトイレに来た。トイレに入ると先輩が、あーいるいる。ほら、そこにいるよ。とトイレ、の奥の方を指さしていった。先輩が指さした方を見るといた、上下白い服を着た男の人がいた。なんかちょっとぼやけた感じに見える。536、ショーをしてる最中に幽霊に遭遇する恐怖ってわかる？ショーが止まらないからその場から動くわけにはいかないし、もうパニック状態。ちょっと待って。うわぁ。先輩助けてー。先輩は至って冷静に。大丈夫だよ、何もしてこないから。いや大丈夫じゃねえよ。うわぁ。止まらねえよ先輩、止まらねえよ。先輩は至って冷静に。いや俺に言われてもさ困るよ。やっとショーを出し終わるとダッシュでトイレを出た。先輩は至って冷静に。って、洗わないの？洗わねえよ。本当に出るなら本当に出るって言ってくれよ。いや、まあ言ってたんだけどさ、言い方が軽すぎるだろ。537、なんでみんな幽霊を怖がらないのか？それには理由がある。この幽霊は10年以上前からいるらしく、ただぼーっと立ってるだけで、何かしてくるどころか一歩も動かないという。そうこの赤い顔の女も大体同じ時期に出るようになったらしい。みんな10年以上この幽霊を見続けているため、全く怖がらない。つまり俺以外のほぼ全員ここで10年以上バイトをしている。中には30年以上このバイト一筋という長老もいる。就職？何それ？うまいの？こういう人だらけ。それはそれで怖いけど、本当にみんな楽しそうに生きてて俺も今までで、一番楽しい職場だった。倉庫には一度も入らなかったから、結局赤い顔の女には一度も会わなかったけど、赤い顔の女はかなり怖いらしいから会わなくてよかった。544、いいなぁ私もそこでバイトしてみたいでゲソ。552、先週の土曜日の話です。文章が拙い上に自分でも何を言ってるのかよくわからないですが、読んでいただけると嬉しいです。今も取り乱しています。私と彼氏の同僚の A とその彼女の B 子と遊ぶことになったのですが、何をしようって話になった時に、彼氏と A の趣味である、廃墟巡りに、4人で行ってみようということになったんです。と言っても、幽霊は話を聞くのは好きでも見たくないし、私と B は初めての廃墟ということで、変な来歴がなくてヤンキーもいない。成り立ちのはっきりした廃墟を探して、行くことになりました。553。そこは、A の親戚がもともと働いていたところで、大きなガラス製品会社が、バブル前に建設したらしいです。従業員のための福利厚生施設や寮、観光客のためのガラス工芸体験コーナーがあったり、かなり大きい建物のようですが、不景気の煽りを受けて会社が倒産。稼働して半年も経たないうちに使われなくなったそうです。その経営者もピンピンしているし、大きな事故が起こったこともない、国道につながってはいるが、山の方に奥まった場所にあるので、暴走族の溜まり場にもなっていないだろうということで、A が当たりをつけてきたのでした。当日朝7時に集合して、その時は曇っていましたが、山に近づくにつれ晴れてきて、私たち4人はテンション高く彼氏の車で出発しました。廃墟までの道はアスファルト式の立派な道でしたが、タケノコのせいで割れて、そこから草やツタが茂ったりして、車1台がやっと通れるだけの荒れようで、A は、こんなことともあろうかと思って、とか言って持ってきた草刈り機を見せたりしていました。554、廃墟は思ったより山の中にありました。そのちょっと前にはお寺と畑がありましたが、10分も走ると、
古い自販機があるだけで、他に何もありません。ぐるっと壁に囲まれて、大きな門の前は木のパレットで塞がれており、周りに民家などもなく、明らかに誰かが気軽に立ち入れる雰囲気ではありませんでした。なんとか門を乗り越えて、中に入ってみると、端の方はともかく、中心の建物の方は、草木に侵食されている様子もなく、休みの日の校舎みたいな雰囲気でした。近寄って見てみると、建物の方がだいぶ地面より高くなっていて中こそよく見えませんでしたが、ガラスも全部残っていて、枯れ枝も。普段ならどっかが破れていて、そこから入ったりするけど、こんなに綺麗だと気が引けるな、とりあえず一周回ってみるか。と言い出し、ぐるっと周りを歩いていれるところを探すことにしました。555。ところが、元工場の周りを歩いていたら、前方に人影が見えたのです。最初のうちは、お化け。とかなりドキドキしましたが、近づいてみると、なんというかちょっと買い物に出かけましたみたいな普通の格好のおばさんで、こっちを見て何かリアクションをするでもなく、お互い会釈して普通にすれ違いました。その後も、ハーフパンツのおっさんとか、中年夫婦とか、子連れのママとか、スウェット着てさんのヤンキーっぽいお姉さんとかと次々とすれ違い、みんなあまりにも普通なので、逆に長袖軍手のこちらが場違いに思えてきて、に、ここって廃墟じゃないの。と聞くと、も、ずっと使ってないっていうのも俺の親戚の話だし、生きてる建物が普通にあるのかも。とりあえずこの人たちがどこから来てるかだけ確かめよう。と言い、その後もいろいろな人とすれ違いつつ、その人たちが出てくる扉の前に着きました。他の工場っぽい扉と違い、そこは事務所みたいな感じでした。557。そのドアを開けて中を見てみると中には何もありませんでした。ほこりっぽくて、何かのケーブルと事務机が一つあるだけ。窓はありますが、どこかに繋がっている出入り口もなく、一部屋だけの建物。私たちはみんな、となりましたが、確かに人が出てきたので、何かあるだろうと映画中に入ってふらふら探していました。そこでビーコが、ねえ、帰ろうよやだー、と言い出しました。すごい怯えている様子なので、どうしたのか聞くと、だって、この部屋足跡とかないよあの人たちどうしたの。よく見ると、その部屋の床には埃が積もっていて、そこには B の歩いた跡しかないのです。それに気づいた私たちは、なんだか無言になって、そそくさと外に出てドアを閉じました。そのまま来た道を戻ろうとすると、背にしたドアがガチャッと開いて、中から人が出てきました。どこにも繋がってない、誰もいないはずの部屋なのに。558。B 子が悲鳴を上げて走り出し、私たちも夢中で車まで駆け戻りました。不思議と追い抜いていく人は増えています。肩がぶつかって迷惑そうに睨まれたりします。さっきまで全然人がいなかったのに、工場の中には何十人と人がいます。559。門を越えたらもう大丈夫だと思ったのに、車に乗って発進したら、道にも人が溢れています。みんな散歩でもしているみたいに、普通の格好でふらふら歩いています。こんな場所に何十人も、山を下っているので車はゆっくりしか進まなくて、私たちは、叫んでクラクションを鳴らして、とにかくパニックで、頭がおかしくなりそうでした。彼氏はよ、お前なんてとこに連れてきたんだよ。とどなり、も怒鳴り返すしで喧嘩になり、とうとうビーコが、あそこにお寺あったよね。あそこで助けてもらおうよ。と言って、とビーコ、二人は走ってお寺に行ってしまいました。その後私は、泣きすぎて過呼吸になり、後部座席で横になっていたので外は見ませんでしたが、しばらく車はゆっくり進んだ後、国道に出たらしくて、気づいたら見覚えのある道で、あの人たちもおらず、雨が降っていて、さっきまでのあれが嘘みたいでした。560。彼氏と私は、ファミレスの駐車場に車を止めて、
私が落ち着くのを待った後、ファミレスに入って、B と C 子の携帯に電話してみましたが、応答がありません。とりあえず、迎えに行くから連絡して、とメールした後、しばらくファミレスにいて、夜遅くなったので彼氏の家に泊まって、次の日 A と B 子の家に行ってみましたが、まだ帰ってきていないようです。俺たちをからかってるのかも。壮大なドッキリかも。と彼氏が言ったので、今日まで待ってみたのですが、A は会社を欠勤しているそうです。B 子もまだ家に帰ってきていないようです。561。A 県 NCM 山の工場について何か知っている方、この板にはいらっしゃらないでしょうか？ A と B 子はどうなったんでしょうか？ちゃんと戻ってくるんでしょうか？私と彼氏はどうにかなったりしないでしょうか？今すごく不安で怖いです。631。C 子って誰だよ、声よ。563。昼間にまた行けよ、その廃工場に。568。夢と形。怖い話があるので書きます。ことの発端は夢からでした。青みがかった黒髪の日本人形が夢に出てくるのです。夢の中の人形はただ俺と見つめ合っているだけで、一体何を意味しているのかさっぱりわからない。一週間毎日続き、ほとほと悩んでいた頃、夢に変化があった。人形が何か語りかけてきた。しかし、意味のあるような言葉には思えず、俺には通じなかった。しかし、何度か同じ夢を見るうちに気がついた。どうやら数字を言っている。10桁の数字。俺は目が覚めるとすぐにその数字をメモに書き留めた。よくよく見てみると電話番号のような気がする。頭3桁は俺の住む地域の市外局番と一致する。しかし、当然のことながらとても電話をかける気にはなれず、何もすることはなかった。しかし夢は相変わらず続き、人形は数字を俺に伝え続ける。人形の夢を初めて見てから2週間、1年発起した俺は電話をかけてみることにした。何か夢に関するヒントが得られれば、という思いからの行動だったが、同時に何か不吉なことがあるのでは、という恐れは頭から離れなかった。とりあえず番号を検索してみると、あっさりヒットした。県内のある居酒屋のようだった。家からそう遠いわけでもない。俺は週末その店に行ってみることにした。570。友人二人を連れ立って電車と徒歩で1時間、小さな町の居酒屋だった。看板にある電話番号はあの数字と一致する。店に入るとまだ早い時間だからか、客は俺たちだけ。酒もそこそこに店主に夢の話をしてみた。店主は心当たりがないようだったが、カウンター越しに聞き耳を立てていた。長文。574。人形が再び現れた。今度は夢の中ではなかった。夜もノートで目を覚ました。家はアパートの1階なのだが、どうも窓の外の庭でカタカタ何かが音を立てている。風のせいかと思ったが、どうも気になって寝つけなかったので、片付けようと窓を開けるためカーテンを引くと、いた。夢で見た、おかみが持ってきた、あの人形だった。青みがかった髪が揺れている。風はないカタカタ揺れているのは人形自体が動いており、コンクリートに足を打ちつける音だった。カタ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 ただ一点にとどまり揺れ続けている。以前の夢では、人形の表情など気に目なかったが、今度は一目でわかる。怒っている穏やかだがとてつもない憎悪の表情。どういう根拠かは説明できないが、とにかくそう直感した。俺はカーテンを閉め、布団に潜り込んだ。音は夜明けまで続き、俺は眠ることができなかった。翌日おかみにこのことを伝えた。やはりというか、おかみの家にも人形は現れたらしい。寝室の隅でカタカタ揺れる人形を見て、恐怖のあまり家を飛び出し、寝巻きのまま朝までファミレスで夜を明かしたという。主人は気づかなかったとか。その日はとても俺は家で寝る気になれず、友人の家に泊まった。その夜、おかみから電話があった。577。いとこの死に不審な点が見つかり、息子夫婦が殺人の疑いで捕まった。亡くなる直前、一
人付き合いが全くなかったいとこを突然訪ねてきた、長文。599。恨むなら息子夫婦を恨めよ。って言ってやれよ。588。どことは書かない。そして長い。あまり怖くはないかもしれないが、これは、先日、友人から聞いた話。ある奇妙な経験から仏門に入った友人が、この震災を機にまた付き合いが始まったんだ。震災後の安否確認の連絡網から、消息不明だった友人、仮に A と連絡がつき、震災も落ち着いた頃に一緒に茶でも、という話になった。ま、坊さんに酒でも、というわけにもいかないからね。そいつは、大学時代オカルト研に所属していて、別の友人の帰郷先の昔話をオカルト研の、仲間と実践してひどい目にあって、右翼曲折の松今はそう読み習いをしている。というかもうじき一人前になるらしい。何をもって一人前か知らないが。今は随分と修行の成果があったのか、学生自分の不ついたところがなくなり、落ち着いて昔話もできるようになった。A も仏門を叩くことになったきっかけの事件からも不思議な体験を重ねたらしく、修行中で詳した出来事を話してくれた。A はお使いで関東のあるお寺に向かっていたのだが、何せ修行中のみ、駅からかなり離れているそのお寺まで徒歩で向かっていた。これも修行の一環らしい。その途中、山を削って通っている線路の上の陸橋を渡ろうとした時、一人の老人が陸橋脇にしゃがみ込んで、お地蔵さんに手を合わせていたそうだ。A も見習いとはいえ坊さんの端くれ、その老人の脇で手を合わせたんだそうだ。すると、その老人は A に向かって深々とお辞儀した後、A をじっと見つめるとこう言ったんだ。あんた、鬼と何か関わったことがあるね？ A はびっくりして老人に問い返すと、老人はこの地蔵のことを話し始めた。589。このお地蔵さんはな、鬼城を鎮めるためにあるからの。老人の話だとこの辺りには昔、人を喰らう鬼女が住んでいたそうだ。どこから流れ着いたのか、この山道。当時、通る村人や、旅人、子供をさらい、地には色仕掛けで誘っては、むごたらしく殺しては喰らっていたそうだ。もちろん、時の領主は討伐の兵を派遣したりもしたが、鬼女の妖術の前には帰り討ちに遭いなすすべもなく、村人は時には何も知らない旅人をこの道、というか、坂に生贄として向かわせたこともあったそうだ。そんな鬼女に怯えるある日、一人の旅の僧が村に訪れた。僧は、はじめ村人に騙されて、鬼女のいる坂へと向かっていたが、何やらただならぬ空気を感じ取り引き返して村人を問い詰めた。関連した村人は鬼女の話を僧にすると、僧はそれなら自分が何とかしようと言い、日が良くないからと7日の清祭の後、鬼女の住む坂へと向かった。その後、右腕を失った僧が村に帰ってくると村の町に、坂にとっこきね、とっこしょ、の刺さった石がある。それに鬼女を封じたが、今まで罪のない旅人を犠牲にした村にも因縁がある。そこで、その因縁を断ち切るためにも、腕を失った自分の代わりに手を合わせて鬼城を沈めること、鬼城の居りがあるので、そこで鬼城に食われた者たちの墓を6つ作り慰めることを指示して、僧自身は腕をなくした自らの修行不足を恥じ、山へと帰っていった。その後、6つの墓のあったあたりは六位静か、鬼城がいた坂はどっこ坂と呼ばれるようになった。590。どっこ坂ではその後も村の人が鬼城を沈めるために、旅の僧の指示通り、村上下手の念仏が行われていたが、それでも時々鬼城の影が坂を方向くことがあったらしい。そんな風習も今では失われて、地名も変わってその名前を覚えているのは年寄りだけだったらしい。そんな失われた風習が今でも残っているにはそれなりの理由があった。それは、この田舎にも鉄道がやってきた時に事件が起こった。鉄道はどっこ坂のあるお山を切り開いて通ることになり、どっこ坂を真っ二つにするように線路が通った。
地元の人間はどっこさかの昔話を知っているので、鉄道の工事には反対したらしいが、用地は県の所有だし、どっこさかの騎乗封じ大使は鉄道の方で移動して祀ることになったし、結局は押し切られることになったらしい。ところがここは、この路線でも予想外の随分な難工事になってしまい、工事中に何人か人死ににも出たらしい。それは工事中の事故だけでなく、自殺、変死もあったらしい。地元の人たちは言わんこっちゃない、と。騎乗のたたりがこっちに来ないように戦々恐々だったらしい。それでも人の命の安かった時代、無理やりにも鉄道は開通し、どっこ坂はなくなり、その後人死ににが出ることもなくなり、人々はどっこ坂を忘れていった。591。ところが、ここに一本の道路が通ったことでまた事件が起こり始める。ちょうど線路によって分断されていた道が、整備されて陸橋が架けられた。元が旅人が通った道だけにルートとしては便利な道だったらしい。ところが、が開通してから不思議とそこで事故が多発する。交通事故、自殺、変死、そんなことが半年に一、二度起こるようになった。事故に遭った人からは、女の影がという人も続出した。そんな話が耳にはいるようになってから、この老人は、ここがかつてのどっこ坂であり、女の影、というのが騎乗ではないかと考え、ここにお地蔵さんを建立したのだという。そして、伝えられた儀式に従い念仏を月に一度は唱えているという。だが、これを知っているのも盲導一人だ。因縁のある村の末としてここまでやってきたが、もう、村人は散り散りになって他の地に移り住んだし、よそから来た者はこんな話は聞いてくれん。その後、どうなるか老人にもわからないが、逆に因縁のある者がいなくなれば騎乗もいなくなるのかもしれない。592。どうはそうやって、騎乗を沈めて、時にはその影を見てきたからわかるんじゃが、お前さんからは鬼の匂いみたいなものがする。いや、どうみたいな因縁みたいなものがある。A は老人の言葉によっとした。なぜなら、A が仏門に入るきっかけが鬼、だったからだ。お前さん、まるまる寺まで行きなさるか。なら早く用事を済ませることだ。暗くなってからはここを通るとヘリに惹かれるかもしれんからな。老人を言葉にじわり、と汗ばむ季節なのに A の背筋には冷たいものを感じたそうだ。A は老人に挨拶すると、そそくさとそこを離れた。老人の助言通り、早く用事を済ませて帰ろうと思ったらしい。ところが世の中ままならないもので、A の用事は夜までかかった。そこで、無理をして帰るほど A も怖いもの知らずではなく、寺で夜を明かしてから帰ることにした。もっとも A の方も暇なみではないので、始発電車で帰ることにしたそうだ。だが、厄介なことに A も修行中のみ。帰りも駅までは歩いていかねばならず、始発電車で帰るためには、暗いうちから寺を出なければならない。A はさすがに嫌な気分になったが、それも仕方ない。593。そこで A は寺の住職にどっこ坂の話を聞いてみた。住職も初めはピンとこなかったようだが、思い出したように言う。ああ、あれか。あれは下の方の三角形寺が今でも供養しておるよ。話によると騎乗封じ大使と特古記念の半分が今でもあるそうだ。半分。A がそのことを聞くと、住職は移転供養の際、工事人がロープをかけるところを間違って特古記念を追ってしまったそうだ。老朽化していたらしい。しかも輸送の途中でなくしてしまうというおまけ付き。その話に A が青くなると、さすがに住職も罰が悪くなったのか、A に三角形寺の場所を教え、何かあったらそこまで行けば、どっこ坂の騎乗も何もできないだろう、と言ったそうだ。まあ逃げ場所を知った A は、とりあえずそれでよしとし、その晩は眠りにつき、予定通り暗いうちに寺を出発した。A が朝もやの深い道をどっこ坂に向かって歩いていると、どっこ坂の方がやけに明るい。嫌な予感がしたが、考えてみれば現れるのは騎乗の影で、
光ではないので、A は臆病になっている自分を笑うとどっこ坂に向かって足を早めた。近くによるとその光は車のヘッドライトで、どっこ坂の立橋脇の土手に乗り上げていた。事故か？そう思って車の中を覗いてみると、車内には気を失った若い男女。とりあえず息はあるし怪我も見当たらない。これは救急車より警察の方が、などと考えていた A の背筋に冷たいものが走る。その嫌な感じのする方、ヘッドライトの先を見ると。595、女、と思われる黒い影。光を浴びて姿が見えるはずなのに、影。その頭には角みたいなものまで見える。そこまで認識した瞬間、A は悲鳴を上げて逃げ出したそうだ。ダメだ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 。ダメだ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 。よくわからないが A の頭はそれしか思い浮かばなかったという。もう A はよくわからないが坂を駆け下り、転びながら、それでもとにかく逃げた。逃げた。三角形三角形寺に向かって逃げた。どっこ坂の立橋も越え、しばらく走っていたが、後ろに感じる嫌な空気。なんだよ、鬼女ってのはどっこ坂にいるんじゃないのか？もう随分走ってるぞ。三角形三角形寺に着いちまうじゃないか、なんて考えながら、涙と鼻水をしたたらしながら A は走った。その時、三角形三角形寺に向かう道ではなく、右手の竹林に目が行った。なぜか気がつくと道を外れて、その竹林にダイブした A。ゴロゴロ転がりながら、見えた後ろには、確かに鬼女の影があった。これは、もうダメかと思った時、A は竹やぶの中で何か硬いものを手にしたらしい。よくわからずにそれを握ると、近くの家から鶏の鳴き声が聞こえた。それと同時に鬼女の影はだんだん薄くなっていったという。ぜいぜいという呼吸が収まってきた時、助かったのか？そう思って影が消えた方を呆然と見つめていると、道から誰か覗いていたそうだ。一瞬ビクッとしたが、よく見るとそれは昨日の老人だった。一体、そんなところで何をしてなさるのかね。596。そう言って、老人が近づいてくると、A はどっこ坂で見た事故？と、鬼女の影のことをまくし立てるように話した。老人は A の無事を喜ぶと、A の手を見ていった。その、握ってるものは何かね。A も、自分が何か握っていることに気がついて、握りしめたものを確認すると、それは二つに折れた突起きねの半分だった。G さんの話だと、鬼のヘリでなくした突起きねの半分に惹かれたのかもなー、とは言っていたが、正直もう鬼に関わり合いたくない。だって怖いんだよ、マジで。A はそう言うと、泣きそうな顔でブルブルと自分を抱きしめた。お前の実家の方だぞ、この話。あそこら辺を通るときは気をつけろよ。そんなことを言う A に、オカルト犬でブイブイ言っていたやつが、変われば変わるもんだと感心しながら。で、その影ってのは本当に鬼女の形をしていたのか？と聞くと、A は真面目な顔で答えた。いや、本当に鬼女だって。だってラムちゃんみたいなシルエットだったんだぞ。いや、ラムちゃんはないだろ。真顔でラムちゃんとかいう A の表情の方が、俺にとっては正直、怖かった。いや、マジで。610、泣き打ちのばあさんが親父に語ったという話。そして俺が親父から聞いた話。大戦末期。じいさんはのらりくらりと間抜かれていたが、ついに出征の命令が来た。じいさんは名誉なことなどとは思えなかったらしく、もう生きて帰っては来れない、俺は、もう終わりだ、と毎晩泣きながら酒浸りだったらしい。ばあさんはなんて臆病な男なんだろう、とほとほと呆れ果てていたそうだ。しかし、ある日じいさんは上機嫌で帰ってくると、ばあさんにこう語った。気まぐれに近所のお狐さんを参ったところ、お狐さんの声が聞こえたとか。そんなに死にたくないのならば、わしが何とかしてやろう。その代わりに、休みの日は毎朝必ずここを掃除し、
備え物を絶やしてはならない。ばあさんはとうとうおかしくなったかと相手にしなかった。しかしその日以来、じいさんは人が変わったかのようにがぜんやる気になって、意気揚々と戦地へ向かった。ばあさんはあんな臆病者がとても戦場で生き抜くことはできないだろう、と半ば諦めて送り出した。終戦を迎え、じいさんは帰ってきた。じいさんによると、何度も死ぬかと思ったが、その都度奇跡的な出来事が続き、生き延びることができたらしい。その中でも印象的だったのは、名前も知らない味方の兵士が、何度もあった危機的状況にふっと現れ、活躍したという、その兵士の活躍が結果的にじいさんを助けることとなったとか。その兵士はいつも将棋の駒を身につけており、じいさんもそれにあやかり自作の駒をお守りとし、身につけていた。部隊がほぼ壊滅した中、じいさんは五体満足で帰ってきた。じいさんはあれはお狐さんの兵隊だ、お狐さんは将棋好きなんだ。と興奮しながらばあさんに語ったという。612。期間後、じいさんは少ない元手から商売を始めたが、なかなかうまくいかず苦労した。しかし忙しい中でもお狐さんとの約束はきちんと守っていた。4人目となる親父が生まれた頃、商売は少しずつ軌道に乗り、あれよあれよという間にじいさんは少なく内在を築いた。しかし、その頃になると、じいさんは博打や女にボケるようになり、家庭をないがしろにするようになっていった。家には金を入れていたので、ばあさんは泣く泣く我慢していた。お狐さんとの約束も次第にいい加減になっていき、とうとう近づくこともなくなった。異変が起きたのは間もなくのこと。長男と長女が相次いで亡くなり、じいさんも肝臓を痛め倒れた。痛みに苦しみ、毎晩夢でうなされるじいさんは、お狐さんのたたりだ。お前が代わりにお狐さんとの約束を守ってこい、とばあさんに命じた。ばあさんはお狐さんとの約束を代わりに果たしたが、時すでに遅く、じいさんは苦しみ抜いて死んでいった。あっという間に商売は傾き、ばあさんは残された子供らを育てるため相当に苦労した。しかし、お狐さんとの約束はきちんと守っていた。それから目立った不幸はない。今は親父がお狐さんとの約束を守っている。親父は俺が小さい頃から、お父ちゃんに何かあったらお前がお狐さんとの約束を守るんだ。お狐さんが助けてくれなかったら俺もお前も生まれてこなかったかもしれない。お狐さんへの感謝の気持ちを忘れるな。とよく聞かされた。俺は、親父が健在のうちに今の仕事を一段落つけて実家に帰る。お狐さんとの約束を守り、そして子供たちに引き継ぐためにだ。224。祀る人のいなくなったお稲荷さんにお供え物をあげること。235。お稲荷さんに、お供えしてお願いしてその後願いが可能って、お供えしてそれきりにしてしまうこと。一度頼んでお供えしたら一生供え続けなければいけないらしい。651。うちにもそういう言い伝えがあるな。うちは田舎の旧家なのだが、庭に先祖代々祀られてきた小道がある。小道の中には蛇神の化身を祀っているらしいが、俺は見たことがない。蛇神の化身は家の守り神で、大事に崇めていれば家は栄え、有事の際には手を差し伸べてくれるとか。例えば、屋敷が火事に見舞われた時、飛翔の若い衆が駆けつけるより早く、20人ほどの若い男たちが現れ、あっという間に火を消し、立ち去ったというさほど大きな村ではなかったのだが、その若者たちは全員見覚えのない顔だった。戦時中、深刻な食糧難に襲われた時、どこからともなく20人ほどの若者がたくさんの荷物を抱え、うちに訪ねてきたという。贈り物です、とだけ告げて、若者たちはすぐに去ったという。荷物は米、醤油、味噌、塩、砂糖やマッチなどの必需品からタバコの葉まであったという。これが3日間続いた。当時の主人は気前よく、村で生活に困っている家にこれを配った。おかげで村から和菓子屋や身売りなどの不幸は出なかった。しかし、
蛇神の化身をないがしろにすると恐ろしいことが起きる。ある時、当時の三尾が酔って衝動に小便をかけた。三尾は酒癖が非常に悪く、また、信仰心のかけらもないような人物だった。翌日より三尾の局部はパンパンに腫れ、一週間もたず病死した。また、その嫁、三人の子供も次々に不幸な死を遂げたという。今もこの不思議な衝動はきれいに掃除され、家の庭に佇んでいる。632、母がこの頃死んだ祖母の夢をよく見るらしい。どんな夢なのかは教えてくれないが、なんだろ、母さんは私のことを連れて行くつもりなのかもしれない。こんなことを言う。ある夜、急に目が覚めて母のことが気になった。母の部屋へそっと入ると、寝ている母の上に祖母が正座で乗り、母をじっと見下ろしていた。祖母は母を連れて行くつもりだ。祖母に近づき、どうして？と聞くと、祖母は悲しそうな顔で、ごめんね、ごめんね、寂しいのよ、ごめんね、と言い消えた。母を起こし祖母のことを話すと、そう、母さんは寂しがり屋だからね。うん、そうか。私は、母の様子を見て不安になり、行かないでね。と言うと母は、曖昧にうなずいた。それ以来、母から祖母の夢の話は聞かないが、あの曖昧なうなずきを見た私は、今でも不安でしょうがない。633、じいさんはどうした？634、祖父とは母が生まれてすぐに離婚したそうです。母が結婚してからも一緒に住んでいて、私よりも母を可愛がっていましたから、母と離れて寂しいんだと思います。638、小学生だった頃のことだけど、怖いというよりは不思議な話を一つ。近所に秘密基地って呼んでた廃工場みたいなところがあって、呼び名の通り俺らの遊び場ところになってた。変なガラクタ集めてたからとして保管したり、ドラム缶に溜まった雨水に考えつく限りの汚いもの入れて毒液作ったり。実はその廃工場には俺たち以外にも居ついてる奴がいて、それがブラックサンタと呼んでた不老者だった。639、なんでブラックサンタかというと、単に見た目がそんな感じ。ヒゲもじゃ、プラス、黒っぽい服、だったからなんだけど、いつの間にか実はサンタクロースの対になる邪悪な悪魔の化身でみたいな中二設定を作って、さらに自分たちで作った設定にもかかわらず本気で信じて恐れてた。まあ恐れていると言っても好奇心には勝てないもので、こっそり後をつける探偵団ごっこしたり、ねぐらにピンポンダッシュならぬ投石ダッシュしてみたり。向こうも向こうで、よくある子供好きの不老者という感じでは全くなく、俺らを見かけると怒鳴り散らして追い払おうとしてた。今考えても、横断がかった目とか欠けた真っ黒い歯とか、結構怖いというか気持ち悪かった。640、さっきのブラックサンタのねぐらというのは、工場の母屋とは別棟の小さな小屋みたいなところだった。多分排水処理設備兼工作場だったんだと思う。廃工場を先に発見したのは俺らだったんだけど、そこは廃工場でも一番、秘密基地っぽいアジトとして使っていたところで、後から来たブラックサンタに追い出された。というか俺らがいない間に住み着いてた。ということもあって、俺らはブラックサンタを敵認定していた。何か、ブラックサンタに呪われたアジトを取り戻す、というのが俺ら共通の悲願であり使命になってた。641、それがある日、なぜかブラックサンタを楽にその小屋に閉じ込めようという話になった。俺らは奴が小屋の中に入ったところを見計らって、気づかれないように扉をその辺の灰材や針金で固定した。その後様子を伺ってると、中から扉をどんどんやってたからブラックサンタは間違いなく中にいた。でもその日、俺らは扉を開けたら襲われるのが怖くなって、そのまま家に帰っちゃったんだ。翌日以降も開けれなかった。642、開けたら襲われるというのもあるし、逆にブラックサンタが中で死んでるというのも怖かった。毎日のように小屋を見に行ったけど、
次第にあえて考えないようにして、秘密基地に行かない日が増えてきた。たまに確認に行っても、固定された扉はそのままだった。ブラックサンタも実在の人間というより、小学生の間で語り継がれる架空の妖怪みたいな存在になってた。643、2年後くらい、俺が小学5年の時、その廃工場が取り壊されるということになった。当時のことを知ってる7から8人が集まって、さすがにビビりながらその様子を見てたんだけど、特に何事もなく、工場もその小屋も取り壊された。恐る恐る作業してた人に聞いてみても、小屋には死体なんてなかったらしい。644。でも一時期アジトとして使ってたから隅々まで知っているが、あの小屋には扉以外に出入りできる場所は一切ない。おそらく排水処理設備を置いている関係で、防音のため窓がなかった。なのにブラックサンタは、扉はそのままに消えていたんだ。ほっとしたような恐ろしいような複雑な気持ちになったが、あの日以来、ブラックサンタは見かけたことがない。645、今ではそこにはでかいマンションが建っているけど、俺は、その後高校の時別の県に引っ越した。今年、あれから14年が経つんだが、その近く、というか小学校の近く、の居酒屋で、初めて同窓会をやろうという話になっている。当時のメンバーは全員集まる予定。ホラー映画でいうところの、集まったメンバーが一人ずつ惨殺されていき、現場にはブラックサンタの影がというスプラッターフラグですかそうですか。条文&分割に付き合ってくれてありがとう。646、ラストサマーみたいだな。746、怖くはないけど、個人的にシャレにならなかった話。もともと夢はあまり見ない方、覚えてない。で、たまに見ても買い物してたりとかの、面白みのない現実的な夢ばっかり見てた。ところがある日を境に似たような夢を連続で見るようになった。それはコンビニでバイトをしてる夢で、出勤、仕事、雑談、仕事、退勤って感じの何の変哲もない夢だった。問題は、現実世界でもコンビニのバイトをしていて、バイトから帰って寝る、バイトしてる夢を見る、バイトに行く、バイトから帰って寝る、バイトしてる夢を見る、RY、って感じで無限ループしてたってことだ。夢だと分かっていても、バイトした後さらにバイトに行くのは精神的な苦痛が大きくて、しばらくして耐えきれなくなったんでバイト辞めた。そして夢も前のように、見なくなった。夢を見てた原因は、ストレス的なものだと思うけど、当時はかなりシャレにならんかった、わら。659、もう自分だけでは耐えられなくなったので吐き出させてくれ。作り話だと思ってくれても構わない。自分も夢だったと思い込んでるしそれでも構わない暇な人だけ呼んでくれ。4月まで俺は、N 市に住んでいた。まあ引っ越した理由がズバリ今からする話なわけだ。その日夜更かししてた俺は、なんとなくネットとかも飽きて。24時間やってる本屋に行こうと自転車を走らせた住んでたらわかるが N 市は市内に川がいっぱいあって妙に道がややこしい。ちょっと知らない脇道にそれると方向がずれまくって全然違う方向に突き進んでる。ここに住んで2年半過ぎるが生まれて初めて自分は方向音痴だったのか?と本気で思ったそれはさておき今夜も深夜に信号待ちなんかしたくないと思って。余計な道に曲がったら迷う迷う。わらまあ本屋に行く自体が暇つぶしみたいなものなのでまあいいかと深夜の探検迷子を楽しんでた。そしたら、音が聞こえた。660。そして郊外の住宅地。というほど家は密集してない。の中に、神社があって音はそこから聞こえていた。正直ベタだと思った音もいわゆるあれの音である。ここでウィンドウを閉じた人もいると思うな。おかげで全然怖くなかった。ただその時の俺は、暇すぎたせいで、予想通りのことが行われているのか?を確かめてみようと思った。まあもしそうだったとしても、ベタな話にありがちな、音出して気づかれて追っかけられる、ノーゴンパターン、
だけは自分はやらかさねえって変な自信もあったし、今思えば吸い寄せられてたんじゃないかって思う。だって本来俺は、怖がりなはずだからそんな度胸はないだろう。あの時の俺は、どうかしてた。石段を登り、確か18段、境内に入る。本堂っぽいかなりボロボロのお堂があって音はその裏から聞こえてた。右から回るか左から回るかどうでもいいことで悩んで、その間に怖くなってきて早く帰ろうと思い右から回り込んで影から裏にあった林を覗くと、広い空間があった。そして、俺の予想を現実は二つほど覆した。一つは人がいっぱいいた。661。8から10人くらいだろうか。中央に白い女。ベタな装束。が一人いてあとはみんな男。というか小指がなさそうな人ばっか。そして俺の常識を覆したもう一つの現実は、ベタなあれの音の出所だった。まあ気づいていない人はいないと思うがあれな音とは、五寸首で木に人形打ちつけるコーンコーン、なやつである。五寸首が刺さっていたのは木ではなかった。人だ。もう何十本打ちつけられてるのはわからない。顔だけに打ちつけられて釘だらけになっていた。性別もわからなかった。間違いなくもう死んでた。俺は、最小時間で目に映った光景を網膜に焼き付けると、マジで命がけで音を出さずにその場から逃げ出した。振り返ってないから気づかれなかったかはわからないが、逃走は成功した。662。音はだいぶ離れても聞こえてくる。本屋に行く目的なんて忘れてきた道を即引き返した。もう一秒でも早く知ってる場所に行きたかった。だってそうだろう？よく考えてみたら、あれだけの音がしててなぜ近所の家は不思議に思わない？もうこの場所自体が危険なんじゃないかと思った。奴らの家なんじゃないかとすら思った。アパートに戻ってトイレに直行。3回くらい吐いたその日から明かりつけないと寝れなくなった。昼夜が楽天した。夜と暗闇はあの光景が蘇ってしますから。節電ごめんなさい。663。数日経って俺の中に一つの疑問が湧いてきた。あれは、事件、なのか、霊、なのか、だ。前者の理由はあの連中特に小指なさそうな人たちが霊には見えなかったこと。後者の理由は楽に中央の女。特技打ちって足したい。は。霊的なオーラみたいなの。を感じた気がするから。ちなみに俺は、霊感ゼロ。ただ数日経ったが N 氏の近くであんな死体が見つかった猟奇事件みたいな。記事は出ていなかった。もっとも奴らがプロなら死体なんて残さないだろうが。事件が公にならなければ警察に目撃したと相談しても全く意味がない。そもそも自分があれは現実だとはっきりわからないのだから、目撃したことさえバレていなければ俺が狙われることはないはず。でも万が一の場合は、そう思い引っ越した。だから引っ越した場所はイニシャルでも言えない。666。問題はあれが霊だった場合の方が深刻かもしれない。見ただけで呪われる。類のやつだったら俺は、もう手遅れだしどこへ逃げても関係ないからなしょぼい呪いでやられてるのだと全く判断つきません。引っ越したけどなかなか仕事見つからないとかお金落とすとか自転車取られるとかは呪いですか？ただ運が悪いだけですか？そうですか？最後はシリアスに耐えきれなくなって落ち着きましたが自分の体験は以上です。多分長文失礼いたしました。仕事を辞め逃げるようになんとか引っ越してもうすぐ2ヶ月なんとかやってます。問題はまだ仕事を辞め犬氏を離れ引っ越したこと一部の知人にしか言ってない。特に親には完全にタイミング外して言えないままどうしよう。とりあえずバイト探さないとな。最後にあの場所にはもう行けなかった。664。夜中で自転車の音ってかなり響くんじゃないの？あの漕ぐのやめた時のカラカラって音とかさ。668。うお気づかなかったやべ。あの時はもう逃げるの必死で自転車まで戻ればって思ってたやべ。665。本職の人がそんな目立つことするかな？見せしめとか？668。現在自分の中では7。3で霊の可能性が高いかな。まあ合わせ技の可能性もあるよね。
688。どっちにしても悪すぎやしないか？わら職探し頑張れ。わら、695。N 氏って新潟か？身の危険感じてるなら答えられないか？697。呪っていいですか？819。おいなぜ呪う？まさかズバリ新潟だったか？新潟っつっても広いからな。川があって方向感覚狂いそうって印象から推測したんだけど、もしかして大学の近くか？673。呪いとかだったら自転車ボロボロになってたりなんか変なものくっついてきそうですね。もし自転車に呪いがかかってたりして、そうとは知らずに。パクったやつが被害受けてたら飯うまだな www。696。自分もそう思ってその時の自転車は捨てました。確かに急に錆びるようになってた。気が取られたのは引っ越してからもらった自転車です。しかもサドルだけ。わら呪いだったらマジしょぼいっす。こんな時間だし怖いコピペ貼ってけよ。1991年、平成3年、3月14日午後2時5分頃、広島県広島市安佐南区上安2丁目で、前日仮設置していた長さ65メートル。重さ 43T の鋼鉄製の橋桁が、10メートル下の道路に落下する事故が発生した。この事故で、橋桁は並行する県道下り線を赤信号で停車していた乗用車など11台を直撃し、橋桁の上で作業していて、投げ出された作業員5人と乗用車を運転していた市民10人が死亡、8人が負傷するという大惨事になった。乗用車の中には高さ50センチメートルまで圧縮された上に、火災が発生したものもあり、原型を見ない状態になった。運転席が押しつぶされ、100G を超える衝撃を受け全身挫滅で即死したものもいた。中国新聞1991年3月27日付の紙面によれば、事故に巻き込まれた乗用車のすぐ後ろに、その遠足から帰る途中の市内の幼稚園児97名と保護者らを乗せたバス3台があったという。本来なら事故に巻き込まれかねない時間に事故現場に差し掛かるはずだったが、一人の幼稚園児が、トイレに行きたい、と絶望したので近くのパチンコ屋のトイレを借りようを済ませることになった。結果、事故には遭遇せずに済んだ。しかし、事故が起こってから1年後、テレビ番組が取材した際、トイレに行った用事は誰か聞いたところ、誰もなかなか思い出せなかった。最終的に2人が候補に浮かび上がったが、1人は遠足を欠席しており、もう1人はすでに事故の時点で転送していた。15。当時のニュース映像はかなりショッキングだったな。現場が大学の近くなんだが、そこには慰霊碑が立ってるよ。239。それ別に園児がトイレ行かなくても普通に回避できたんじゃね？わざわざパチンコ屋でトイレを借りてる時間もあれば、バスは65メートルどころか1キロメートル以上先に余裕で進めるだろ。240。信号で引っかかって進めなかったかもしれない。まあ所詮たらればだけどさ。244。事故に合わせたかったのかもよ。7。多分幼稚園の頃だと思う。NHK 教育テレビでなんか人形とおじさんが出てくる番組を見ていた。おじさんが、どう？わかったかな？と言ったので、テレビの前で、わかんない、とつぶやいた。するとおじさんが、そうか、わかんないか、と言って、こっちを見つめたまま動かなくなった。30秒くらい目を合わせた後怖くなって台所にいる母親のところに行った。怖くて説明できずにエプロンにしがみついて震えていたのを覚えている。13。想像できて怖いなじわじわ来るわ。21。あるホテルで予約した客が来ないから。従業員が電話。道に迷ってしまって。電話した時。客はすでに死んでいた。従業員は後日、オチがめっちゃ怖い長いけどこんな話あったよね。本当か嘘か知らないけど、怖かった。タイトルがわからない。22、ホテルマン、リンク、これだね。25、鳥肌やばい、わら。31、
大学の時、寮の管理人さんが退職するので、寮生みんなで、お別れ飲み会をやった時、管理人さんに聞いた話。彼が寮の管理を任されて間もない頃、寮で飛び降りが続いたことがあったらしい。二人目の自殺者が出て半月ほどした頃、彼は夜飲み回りに最上階に行こうと階段を登った。各階の踊り場には窓がついてるのだけど、登りかけのとこで、窓の外に何かいるのに気づいた。5階の窓の外に、女の子が逆さに浮いてたそうだ。髪をバサバサなびかせて、恐怖に引きつった真っ白な顔をして、管理人さんは全速力で階段を駆け下りた。一階下の踊り場に来ると、また窓の外にその女学生が、逆さのまま壮絶な表情で浮いている。その下の階でも出くわした。階段は一本だし、もう走るしかないと思ったそうだ。成仏してください成仏してくださいと声にならない声で繰り返しつつ、もう一度彼女をやり過ごして外に飛び出した。その途端、ドン、とすごい音がして、足元に死体が横たわってたそうだ。三人目の自殺者だった。私、どんな速度で走ってたんでしょうねー。と言ってたけど、本当に説明のつかない出来事。これも時空の歪み？34。これも友人から聞いた話。幽霊とかじゃないけど、ゾクッとした。人が死ぬ瞬間の顔って、なんというか、壮絶な顔というか、ものすごいものを想像しちゃいますけど、実際には違うんですよね。という会話を聞いたそうだ。友人の先輩が、行きつけの居酒屋でのことだった。話を聞いていると、隣の客は、どうも施設に勤務する運転手のようだったらしい。飛び込み自殺なら覚悟のことでしょうから、大抵目をつぶってたり、下を見たままで顔は見えないんですけど、事故で転落した人の場合にはね、はっきりと顔が見えるんですよ。迫ってくる電車をきっと睨むんです。話によると、そういう人は、最初はそれこそものすごい顔をしてるんだけど、最後の瞬間に、ああ、自分はもう助からないんだ。と瞬時に分かって、何とも言えない無表情になるのだそうだ。これ聞いてさ、妙に説得力が出たんだけどな。そう言って先輩は、友人にコピー用紙を見せてくれたそうだ。友人と先輩は大学の写真部だったのだが、心霊写真に凝っていた先輩が見せてくれたのは、水中カメラマンの写真だった。先輩によると、行方不明になった水中カメラマンの、最後の写真なのだそうだ。捜索によって発見されたカメラを、遺族が現像したもの。という触れ込みらしい。その写真には、男の顔のアップが映っていた。な、確かに無表情だと思わねえか？と先輩が言う。男の顔は穏やかというか無表情なのだが、だからといって、これが男の死ぬ瞬間とは言えないじゃないか？証拠もないし、友人がそう反論すると、先輩が言った。ま、俺もそう思ったんだけどよ、この写真の次に写ってたらしい写真に、サメのアップが写ってた。という噂があるんだってよ。もちろん、そのサメの写真は先輩も持っていなかったのだが、噂によると、男のアップの次のショットには、男の顔の後ろに大きなサメの顔が映っていたらしいのだ。それで、電車事故の話を偶然聞いて、説得力があると思えたらしい。35、急に昔の話を思い出した。いつの頃だったかはよく覚えてないけど、小学生の頃だから10年は前、おじいちゃんの知り合いから、ある人形をもらった。人形劇なんかで使う、上から糸で吊るして動かせるやつ。当時の自分は動くのが面白くて、よく適当に動かしたのを覚えている。遊び続けるうち、俺は、その人形の声みたいなのが聞こえるようになっていた。その人形とは他愛のない話ばかりしていたけど、大事な出来事の直前にはよく教えてくれていたから、すごく大事にしていた。ある日、いつものように人形を動かしながら会話していると、人形が突然、そろそろ行かなきゃ、ごめんね、と言った。俺は、泣きながら、行かないで、って頼んだけど、
人形は固くなに、行かなきゃ、と言い続けた。その言い合いをしているうちに、人形は、今はなさいと後悔するよ、とだけ喋った。その一言が妙に怖くて、人形を吊るしていた棒から手を離すと、人形は床に吸い込まれた。消える瞬間に、こうならなくてよかったね。今まで楽しかったよ、とだけ聞こえた。夢だったらそれで良いんだけど、親なんかはその人形で遊んでいたことを覚えているし、昔はよく予知してたよね。なんて言われることがあるから、事実だと思う。それと、人形が最後に言った。こうならなくてよかったね。ってのが、思い出すたびに気になっている。まとめに、人形の声。ってタイトルで載せてもらった人間だけど、今日、なんとなくいつもは通らない道で帰ってたら、古道具屋で霊の人形と同じ人形を発見した。懐かしさが込み上げてきて、迷わずに買って帰った。その人形を部屋に置いて風呂に入ってたら、体を洗ってる最中に耳のすぐそばではっきりと、次はないからね。って聞こえた。即座に鏡を見ても、何も映っていない。振り向いても風呂場から出てみても、誰もいなかった。気のせいだと思って、そのまま洗って風呂から出たら、目立つ位置に置いてあった人形が忽然と消えていた。部屋の鍵は当然かかってるし、チェーンもしてあった。窓も確認したけど、きっちりと閉まっていた。そして、嘘みたいなことに、あれほどはっきりと覚えていたはずの、人形の造形や詳しい大きさが、全く思い出せなくなってしまった。多分、人形が、次に会っても持ち帰らないようにしたんだと思う。なんであの人形にそこまで気に入られていたのか、全くわからない。36、怖い、51。僕は、喫茶店を経営していて、とあるパートさんを雇った時に聞いた話です。そのパートさんは猫が好きで、何匹も飼っているそうです。そのパートさんから恐ろしい話を聞きました。飼っている猫たちが、時折何もない部屋の隅、天井などを、毛を逆立ててじっと見つめることがあったそうです。猫たちの視線は、何かを目で追うように一斉に動く。猫や犬には人間に見えないものが見える、と言いますよね。これだけで十分怖い、絶対何かいると思いました。そのパートさんはずっと異性か、特になんとも思わなかったそうですが。ある日、傍らに寝ていた猫が毛を逆立て、隙間を開けてある障子から突進するように玄関に出て行ったそうです。そして、猫が喧嘩する時のような声と、ドタバタ暴れる音。泥棒？不審者？と、その時ばかりはさすがに不安に思ったパートさんは、布団の中で身構えたそうです。そして、ギャー、という猫の悲鳴があり、静かになったそうです。パートさんは不安ながらも、それから物音もしなくなったので、そのまま寝たそうです。ずっとい。翌朝、その猫の様子がおかしい。後足を引きずり、前足で這うように歩いている。それで心配して、動物病院に連れて行ったそうです。レントゲンを取った医者が、この猫は、生まれつき高なのですか？いえ、昨日までは元気に走り回っていたのですが、医者は怪訝な顔で言ったそうです。それはありえませんよ。だってこの猫、腰から下の骨がないんですよ。その猫は、今でも元気に生きてるそうです。前足だけで体を引きずって、一体、何とであって、下半身の骨を丸ごと奪われたのでしょう。そして、もしも人間が出会っていたら？と考えると、とても怖い話です。263、厨房の頃で、もう17年前です。クラスにおかしい子、仮に A 子としよう。がいて、魚言症というか嘘ばっかついてた。彼氏がねえ、私のこと可愛がってくれてえ。とかいつも話すんだけど、そいつブスで、彼氏がもちろんいないのはみんな知ってた。だから、誰にも相手にされず、友達もなし。そのくせ、友達でもない人に慣れ慣れしく話しかけるんだよ。俺も話しかけられたことがある。
無視したけど、A子がある日、私妊娠したの、などと触れ回ってる。まあ、周りはいつものことと笑ってたけど、それが一週間くらい A 子が学校休んだと思ったら、子供の人形を抱えてきて、ほら、見て、私の赤ちゃんよ。おおよしよし、かわいいね。とかやってる。周りはドン引き。もう腫れ物にでも触れるように、誰もが A 子に接する。数学の時間、数学の先生が A 子のバッグからはみ出している人形を見て、先生。なんだこの人形？ A 子。私の赤ちゃんです。その瞬間、周りの空気が凍りついた。先生はどう返すんだろうと皆がヒヤヒヤ見守ったら、先生ははは。そうかそうか。先生は A 子をよくわかってなかったから、ユーモアと思ったようだ。A 子の赤ちゃん騒ぎにも周りが慣れ、落ち着き始めた時、均衡を破る事件が起きた。隣のクラスの喧嘩ばっかやってるドキュンが、話を聞きつけやってきて、お前、赤ちゃんとかバカだろ、あーん。と、周りがあえて触れないことに突っ込んだと思ったら、いきなり A 子の人形を掴んで、窓から放り投げた。周りの人間は真っ青。264。その瞬間である。A 子が絶叫したかと思うと、この人殺し EFGJSD。G。ガエス HKLFJ。とわけのわからないことを叫び、ドキュンにつかみかかる。ガラガラガラシャーンとぶ倒れる机。A 子はドキュンの首を本気で締め、相変わらず叫び続ける。目はつり上がり、歯は剥き出し。シネア BFS ダジョ HF、わら J カー F。SLKF、わら S。アットキュンが死ぬと思って、周りの奴らで止めたんだが、もうひどいね。A 子は本気だから、もうまるで女の力とは思えない。5、6人でやっと押さえつけた。ドキュンは呆然自失。首絞められてない出血したのか顔が真っ赤。首には A 子の親指の跡が、紫色にくっきりとついていた。A 子は警察が連れて行って、それ以来、登校してこなくなった。やっぱり、精神病院に入院させられたのだろうか。生まれて初めて見たよ。多分、100人に1人でさえも、一生に一度見れないんじゃないかな。人が本気で、人を殺そうとしているところ、333、G 県 H 市のある村に、ある家族が住んでいた。寝たきりで99歳にもなる祖父、その孫で5歳の A、そしてその両親。昼間、両親は働きに出ている。A はとても好奇心旺盛で家の中を遊び回っていた。ある日、A が何気なく襖を開けると天井裏に通じる板が外れていた。家の中にも飽きてきた A はしまってある布団をよじ登り、そこに入った。周りは想像以上に暗く、恐怖心が湧き上がった。しかし、好奇心が勝りさらに進んでいった。しばらく歩き回っていると足元に箱があることに気がついた。こんなところにあるくらいだから、きっとすごいものに違いない。と A は考え、入り口の方に運ぼうとした。しかし異常に重い。子供の頭ほどなのに10キロはありそうだ。仕方なく引きずっていくことにした。だんだん入り口に近づくにつれ、箱の側面が見えてきた。真っ黒で、ところどころ白い。蓋は黒い紙で固定してあった。さらに近づく。さらに明るくなってくる。真っ黒だと思っていた側面は、白い箱に黒い文字がびっしりと、書かれているようだ。蓋の紙も同様。白い紙に文字がびっしり書いてあった。振り向いて入り口の位置を確認する。あと1メートルくらいだ。もう一度箱を見た。そこで、あることに気がついた。箱の側面にびっしりと書いてある文字。それはお経だった。蓋についている紙はお札だった。334。その途端、A の体に恐怖が電気のように走った。その時、前方の暗闇から、ペタペタ、という足音がしてきた。A はとっさに、それ、
を絶対に見てはいけないと思った。振り向いて逃げようとしたが、恐怖で足が動かない。どんどんこっちに近づいてくる。あと少しで。それ、に入り口の光が当たる。そうしたら見えてしまう。あと少しもうダメだ。と思った瞬間、A の体は入り口の穴に落ちていき、布団の上に落ちた。A が顔を上げると、そこには寝たきりのはずの祖父がいた。わけもわからず唖然としていると、祖父はいきなり、され、と叫んだ。A は混乱してきた。祖父は再び、もう十分であろう、と叫んだ。祖父の顔を見上げる。しかし祖父は A を見ていない。入り口を凝視している。正確には、入り口にいる。それ、を。しばらくその状態が続いた。とても長い時間に思えた。五分ほどして、祖父は A にゆっくり、後ろを決して振り向かずに、わしの部屋へ行け。いいな。絶対に振り向くな。と言った。A はわけもわからずままさっと襖から飛び降り、隣の部屋を目指した。そこで呆然と立ち尽くした。さらに5分後、祖父がよろよろと部屋に戻ってきた。今にも倒れそうだ。A は祖父を支え、布団に連れて行った。祖父は横になると、ため息をつきゆっくりと話し出した。A、今のはなわしの。とまで言ったとき、向こうの部屋で襖が開く音がした。そしてまた、ペタペタ、という足音が聞こえてきた。335、祖父はいきなり A の手をつかみ、布団の中に引きずり込んだ。99歳とは思えないほどの力だった。今度は祖父の部屋の扉が開いた。祖父の体はガタガタと震えていた。そして何かつぶやいていた。よく聞こえなかったが、すまない。許してくれ。この子だけはやめろ。という風に聞こえた。A はそのうち気が遠のいて目の前が揺れてきた。その時布団の隙間から、それ、の足が見えた。腐っているかのような紫色でところどころ皮膚がずり落ちていた。そのまま A は気絶してしまった。気がついた時、A は祖父の布団に一人で寝ていた。時間はあの時から5時間も過ぎている。祖父は、A が家中を探してもどこにもいない。両親が帰ってきて、警察が出てきても見つからなかった。一週間後どうしても気になり、A が恐る恐る襖を開けると、以前あった入り口は完全に塞がっていた。A は安心して襖を閉めようとした。その時、A は見てしまった。厳重に閉められた入り口の戸に挟まっている、祖父がしていたお守りを。1001。おしまい。